ホタタターン。よろしくお願いします。来ました、ホタタターンです。第2企画。え、ちょっとこの静けさ、え、もうちょっとこう第2企画よみたいな。いやいや、それはもう行きますよ。はい、なんか暑いなと思って。そうですね、ちょっと暑いかもしれない。確かいきなり初めての場所で落ち着かないというそうですね。それだけちょっと説明しておきます。今日はちょっと出張ホタタターンです。普段ね、MS 東京でお送りさせてもらってるんですけども、はいはい、今日はちょっと中原さんのご協力いただきまして、はい、ちょっと別場所で来ていただいております。はいはい、今日もレジェンド選手を紹介していきたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ今日はですね、この人です。バン。もうこのあだ名でね。誰や、誰や、いや何やねん、おい。わかりますよね。英語か日本かどっちやねん。いや、日本語ですよ。カタカナで書いてますから、ちゃんと、これね。ね、もう、魔術師ですよ、NBA 切ってのこの人。はい、今日は、こうやって JS ソング。嬉しい。まあ、これ、テーマになってきてますけど。ね、やっぱ好きやから、ちょっと、でもあんまり詳しくないねんな、好きやけど。あ、やっぱそうですか。レジェンド、まあそうか、レジェンドも、まあ、なるほど。もう結構古い選手になってきますよ、ね。何やら納得いってんの。いやいやいや。オダパイセンじゃオダパイセン、まだ足りないですか、レジェンドには。いやいやいや、ピッペンとかダンカンが彼の中でレジェンドだから、まあ、世代的には比較されてるのか、ちょっと。いやけどレジェンド。いやいや、ちょっと今下落ちも聞こえた。いやいや、適当だ。いやもう、いやまあ大人気選手ですから、人気はもちろんあれなんですけど、ね、このまあじゃあその辺をね、どう聞きたいですね、ちょっと。そうですね、この人の、まあ、経歴とかね、いろいろ、まあ、知らない人いっぱいいると思うんですよ。やりづらいでしょ。いやいや、ほんとすごい選手ですよ。ほんとに人気で、もう好きですけど。これね、わかりますね、すごさが。はい、これね、僕がどんどんどん紹介していきますんで。はい、してるからね、そうですよ、はい、このね、小さな巨人紹介していきますよ。今日、経歴はね、こんな感じなんですよ。うん、まあ、ざっとですけどね、まあ、本名はジェイソン・チャンドラー・ウィリアムズ、ちょっと長いんですけども、うん、で、今もう44歳です。まだ44なんや。まあ、そう。はい、まあ、引退してからね、経ってるんですけども、44歳で、まあ、身長体重はもうほんと人並みですよ。うんうん、日本人のちょっと大きいかなぐらい。で、まあ、NBA に入るきっかけなんですけど、これまたちょっとこの人、まあ、一発目からクレイジーで、うん、まあ、大学入るんですけど、うん、まあ、フロリダのね、ゲイターズ、有名なフロリダの大学なんですけど、うん、ちょっといろいろ薬物といいますか、大麻使用で解雇されまして、うん、当時から結構もう、フロリダの前に、はい、マーシャルで、はい、マーシャル大学っていうところに行ってたんですよ。あ、最初はそこだったんだ。マーシャル大学に多いですね、はい、大学とか会社とか、はい、もう移動があってのってことなんですね。で、そこのヘッドコーチが、はい、引き抜かれたんです。リクルートしてきたヘッドコーチが、はい、フロリダ大学に、はい、ヘッドコーチが引き抜かれた、はいはい、で、まあ、元大きな大学だし、はいはいはい、フロリダだったらもうそれはあってみて、そのコーチが行ったんですよ、はい、で、そのコーチが一番最初にリクルートしたのがジェイソン・ウィリアムズ。なるほど。で、そのフロリダのヘッドコーチが今の OKC のヘッドコーチなんです。そういう流れなんですね。そうそうそう。で、ジェイソン・ウィリアムズ、まあ、まあ、くっついていったと言いますか、こう、コーチに対して信頼が引っ張られたんや。冷静に考えてください。はい、うん、やんちゃな子を扱いのってビリーしかいない。いや、もうそれは、そうそうそう。だからもう、もうちょっとアプローチの仕方が違うんですよ。ビリードの名付け方とか。なるほど。それもうそこのところから、だから信頼は仕切ってるんですよ。へぇー。ジェイソン・ウィリアムズとか、コーチドラマンとか。荒いですもんね、プレースタイル見たら、メンタル的にもね。そうやね、やんちゃ感あるもんね。やんちゃなプレイヤーだったんで、まあ、今でいうと、ウェストブルックとかハーデンとかも、もともと OKC ですしね。そうやな。もうまあ、やんちゃなイメージすごいですけど。いや、もともとが、その最初にドラフト行った時も、なんとも思ってないんですよ。クリス・ウィバーとかディバッツがいたでしょ。そうですね、同期はその辺にいたから、はい、まあ、一番影の方で、そうなんですよ、ちょっとバスケット楽しむ感覚で、遊ぼうみたいな感覚でしか行ってないですよ。確かに調べるともうなんかシャアなしに NBA 選んだみたいな、解雇されちゃったんで、もういいわ、じゃあ NBA 行くわみたいな、大学をね、はい、そうなんですよ、そうそう、大学解雇からすぐ NBA 行ってた。もう理由も入り方もめっちゃかっこいいんですよ、で、まあ、まあ、同期ね、今ノビツキーとかカーターとかもその時いて、うん、まあ、結構豊作な時期に出てきてるんで、うんうん、まあ、やっぱりルーキーとしても注目度高かったんですよ、この人もね。で、この在籍チームなんですけど、一応こんな感じでまとまってるんですね、はいはい、で、まあ、キングス有名な、まあ、ここがイメージ一番強いんじゃないですかね、キングス、まあ、そうですよね、イメージユニフォーム
フォームでいうとあの紫のイメージが強くて、はい、で次に今グリズリーズ、今ナビがいるところですけども、はい、渡辺君のチーム行きまして、うん、でマイアミヒートでこれ優勝してるんですよ、うん、前は当時はウェイドとシャックンとも、そうですね、自然な球の時な、そうですね、当時、まあ、そこも担ってるんでガードとして、うん、でまあさらに、まあ、オーランドマジックに移籍して、で最後は、まあグリズリーズに、まあ、戻っていくんですけど、これまあ結構ですね、いろいろまあややこしいところもありまして、はい、一応まあ契約するってなったクリッパーズも一回あったんですけど、うん、それも一試合も出ることもなく、うん、もう引退するみたいなことまでなって、でまあそれをまあまたすぐ撤回して、うん、やっぱグリズリーズ行くっすみたいな、でウルスグリズリーズに戻るという、このねメンフィスグリズリーズに移された時も。はい、もうこのサクラメントの往年の時って、もうシュートセレクションはむちゃくちゃやわ、あいつ頭おかしいんじゃねえかってむちゃくちゃ非難されてたんですよ。でここのメンフィス・グリズリーズがちょうどその時にあのヒュービー・ブラウンという解説者とかもしてた、今で言うともう年配のおじいちゃんのヘッドコーチがいたんですけど、この年でヘッドコーチ雇うのって言われてたんですよ、グリズリーズが。じゃあその時のヒュービー・ブラウンのジェイソン・ウィリアムスへのアタックが、今世間はあの老いぼれとシュートセレクションのおかしい、はい、あのむちゃくちゃなやつが あんなとこに NBA でやると言ってると、うん、ジェイソンあのちょっと2人で見返そうっていう、それでもガーッと来たらしいんですよ。でその時に彼が言ってたコメントが、はい、あのコーチドノバンに似てるっつって、へー、だから俺は この人に、はい、あの捧げるっつって、それで、そういう流れで移籍もあったわけなんですね、はいはい、なるほど、わめちゃくちゃ熱いエピソードですね。マイアミの時はこれシャックがリクルートしたんですから、はい、あのパッドライリー、こいつは絶対役に立つから取ってくれって、はい、へそこじゃ見込まれての、はい、まあ、シャックがしたらもう名ガードが来てくれる、なんでしっかり結果を残すんですか、はい、ちゃんと、まあ、優勝回数はこの1回ヒートのこれきりなんですけども、ここでしっかり活躍してるんで、で、まあ、ここまでちょっと紹介してきたんですけど、うん、ちょっとやっぱ小田さんが言う通りレジェンドにしては弱いんです、うん、いや僕のイメージちょっとこれまああれだけどサクラメント、いや面白いちょっといや焚き付けてるんでまだ僕冷静な時から、ね、実は内面怒ってるからやめてください思ってないですから、思ってない、いや思ってないですキングスも強かったんですけど、うん、はい、結局だからシュートセレクションでポイントガードとして、はい、ゲームメイクが悪いってなってマイク・ビビートトレードされて、そっちから強かったんですよね、はい、ねキングって、うんうんうん、だからちょっとイメージがあんまり、もともとまあすごいですよプレーは、うん、プレーはすごいですけど堅実なポイントガードではないなというイメージが、小田の理想のバスケットの選手ではないね、ないっていうイメージ、うん、そうですね、あのダンカンリスペクトですから、はい、やっぱ堅実に勝利に向かっていくっていう、はい、と真逆の人やもんね、もうほんと真逆のプレースタイルだったんですけど、でこのこれですね、成績に出ないと言いますか、はい、これね、僕ちょっとこれをね、皆さんに言っても見てもらいたいんですけど、はい、このスタッツとか、まあ、そういうねデータよりも、はいはいはい、なんか、ね、一発で見せるプレー、これがねジェイソン・ウィリアムズのすごいとこだったと思ったんですよ、ね、まあ、それはそう出た、まあ、これ皆さんね、まあまあまあ、これは出てくると思うんですけど、うん、そうなんですよ、まあ、ルーキーのねこうチャレンジゲームみたいなのでやったパスなんですけど、まあジェイソン・ウィリアムズ、まあ、ビハインドとかこのノールクパスはまあ当たり前にやるんですけど、そうですね、ただねこのエルボーパス見たのはもう NBA でもう多分ジェイソン、いやこれはこれは良かったっすよ、これはもうすごかったっすよ、これだってできないっすよ、ね、できない、ね、同じ NBA 選手ができなくて、はい、2年3年前かケビン・ガーネットの KG の、はいはい、その TV ショーに出た時に、はい、TNT のバークレー、はいはい、でケニー・スミス、はい、で、まあ、まあシャックがやってる番組、はい、あ, のあれで、はい、ケニー・スミスがどうしても未だにできないちょっとやってくれっつって それをこう番組でピョってやったらもう大興奮やったんですよ、もう未だにできんのかみたいな、ちょっと早いからゆっくりやってくれどういう仕組みなんだそれでこうってやっても今も全然、だ今あの遊びでピックアップゲームしてる見たことあります？動画でありますよね。めちゃくちゃすごいですよ。44で動きますよね。いやもうバリバリです。あのパス炸裂します。日本呼ばへんかな。いやもう
何でもできますよ、日本だと。点も取るし、パスもさばくし。でもやっぱこれを実際ゲームの中でやったというのが、やっぱとんでもなかったよね。これ実際あの受けた選手も反応できてないんですよ。来ると思ってなかったよね。思ってないんですよ。だからわってなっちゃって、だからそのなんか変な感じになって。結果取ったけどな。すごい、取っただけでもすごいと思う。そうなんですよ。あれ来たらね、普通の波の選手頭にないんですよ。ないよあれ。めちゃめちゃ早い。流行りましたやりまくってましたね。そうですね。そうなんですよ。サッカーでいうヒールリフトあーですね。めっちゃ流行ったけど、はい、その感じでみんなやったもんね。真似してね。真似して。はい。でここからですね、まあ、あのまあこのあだ名なんですけど、先ほど言ったホワイトチョコレートで、このこんな派手なパスする感覚の白人選手ってあんまりいなかったんですけど、うん、この白人選手でありながらこう黒人選手のようなこのリズムといいますか、うん、このストリートボールの、うん、まあ、流れをバスケット NBA に持ってきたっていうのが、うんうん、まあ、ジェイソン・ウィリアムズ走りというか、まあまあ、 あの表立てで言えることかね。あ、こっからはまた何かあるんですか。じゃあでも、あまあ、鳥鳴きますかまた。あ、まあ最悪入れてもらって。じゃあもうでもあれ基本的にはもう、はい、そこが悪いのと、はい、やっぱその黒人に、はい、あこいつは憧れてたんじゃないかっていうようなバスケットスタイルで、要はもう、はい、なんか白人の世界じゃもうこういう感じだったんですよ。ああ、そういう、そうそうそう、ちっちゃいからですか。あ、もうあれ知ってるでしょ、はい、あのアメフトのチアガールに立ち直したらタックルとかしに行きました。めちゃくちゃなやついるんですよ。めちゃくちゃなやついるんですよ。めちゃくちゃなやついるんですよ。ジェイソン・ウィリアムズと同期なんですよ。あ、でもそれとも仲めちゃくちゃ良かったから、だからまあちょっと言葉悪いですよ、うわって言われたんですよ。だから確かにホワイトチョコレートってあだ名はちょっと本人気に入ってないんですよ。みんな日本人とかも慣れ親しんでると言ってるんですけど、本人的にはあんまり黒人を表現するのにチョコレートとかっていう言い方するんですよ。それでこいつは白人だからホワイトチョコレートっていう言われる、プレステルとかサポーとか、本人的にはちょっとやっぱり引っかかってる部分がある。自分ではジェイ・ウィルとかのね、そういう名前で呼ばれてましたけど、テレンス・オーエンやな。あって、そう、でも確かに調べてる口に TO 見た気がしますね。 TO で、いやもうあの、はい、タッチダウンバーンってしたら、あの、はい、あれがあるじゃないですか、 NFL のあのゴールの、はい、あそこにバーって言ってバーンダウンとかするんですよ。ほんであのチアガールのポンポンとってあの踊ったりして全部バッキリですよ。全部バッキリ、全部バッキリですよ。めっちゃくちゃ面白いんですよ。面白いけどもリーグ側はやめ言うて、本当ですね。もうテレローですか。そんなね、ジェイソン・ウィリアムズなんですけど、うん、まあ、ターンオーバー確かに多かったんですよ、うん、こう派手なプレーするんで、うん、まあ、やっぱり、ね、印象に残るプレーもあるんですけど、どうしてもこう、まあ、いきなりスリー打っちゃうとか、流れ無視していきなり変なパスしちゃうとかもあるんで、うん、まあ、ちょっとやっぱね、チーム的にこう盛り上がる時と、うん、こうそうでもない時っていうのがやっぱ分かれてきてて、で晩年それは修正してくるんですよ、うん、まあ、チームに合わせて、まあ、自分もやっぱ変えていかなきゃいけないってことで、うん、少しずつはスタッツもこうターンオーバーが少なくなっていったりとか、うん、もうチームのために頑張っていくんですけど、大人になっていくね、大人になっていくんですよ。もうやりたいことだけやってちゃダメだっていうのもあるんで、うん、まあそのおかげでいろいろチャンピオン輝いたりとかいろいろあるんですけど、うん、まあ、僕ねここもね、ジェイソン・ウィリアムズこれなんですよ。そんな一個ずつの丁寧に晩年なっていったんですけど、一個ずつやっぱり花が違うんですよ、うん、もう一つのバックパビハインドバックパス、ちょっとした能力パスでも人とねちょっとやっぱリズムが違ったりするんですよ。なんかね 0.5 ちょっと早いとか、うん、人がこう一個のモーションでやるのをなんかポンとこの途中までしかしないとか、うん、この味方がこう反応するギリギリのラインといいますか、うんうん、もうマジック・ジョンソンとかもそうだったんですけど、うん、この味方がギリギリなんですよ、反応するのに、うん、もう自分のフェイクでこの味方を騙してるし相手も騙してるなんで、結局うまい選手ってノーマークの選手に、まあ、パス入れることはできるんですけど、うん、ジェイソン・ウィリアムズとかマジック・ジョンソンってこの自分のフェイクでいわゆる選手をフリーにさせるんですよ、うんうん、いわゆるノーマークじゃない選手をまず自分の動きでフリーにしてパスを演出するんで、うんうん、そのまあ動きからやっぱりもう花がもう全然違うなと、人を人、うんうん、まあ、際立たせて、まあ、分かりやすく言ったら、はい、ここにパスするから、はい、だからノーマークの時は俺がパスするからそこに動けと、はい、うん、点取れるからっていうような、はい、だから空間把握能力っていうのがもう抜群でしたね。うん、もういないんですよ、そこ。そうなんです。 あそこに通せばパスが通るっていうのをよく知ってるし、はい、ってる、それが上の空間もそうやし、こう下の空間もめちゃめちゃ綺麗なんだ、上手なんです。
はいはい、バウンドパスとかも、はい、その花ゆえに利用してる部分あったよね、はい、そうですね、普通のパスでも通るけどバウンドパスの方が盛り上がるし花が出るからということで、うん、そういう選択肢の一つに花が多分入ってるよね。そうですよね、盛り上がるとかっていう派手とかだね、だからなんかその記録じゃないんですよね、記憶なんですよ、その部分なんですね。もうここがねやっぱりあの他の選手の、まあ、スタッツに出ない部分として、まあ、評価されてるところなんですよね、語り継がれてるもんな、そういうことなんですよ、うん、でこれね僕のちょっとね個人的なもう入っちゃうんですけど、これ、はい、クロバッシュっていう、うん、まあちょっと何がって話なんですけど、うん、ジェイソン・ウィリアムズ結構スタートの時から黒いバッシュよく履いてまして、うん、イメージ黒なんですよ、うん、で僕なんか日本人ならではなのかわかんないですけど、なんかプレイヤーの界隈で黒バッシュ履いてるやつうまいみたいな、うん、まあまあ日本の学生バスケではちょっとあるよね、ありますよね、なんか白がベース、昔俺たちの世代はね、ですよね、うん、あ、まあまあありませんでしたからね基本、はい、昔はね、はい、昔はベースが90年代とか白いシューズなんかがやっぱメインになってたので、はい、いろんなシグネチャーシューズも白がまず出てくるところなんですけど、はい、なぜかねジェイソン・ウィリアムズずっと黒いシューズ履いてるイメージなんですよ、でまあ、さらに白人選手が黒を履くんでより映えると言いますか、うんうん、真っ白の中にまた黒がドンとくるんで、うん、であの派手なプレーちょっとやんちゃなプレーするんで、うん、ちょっとね学生バスケからすると、うん、まあ、調子乗りじゃないですけど、うん、このまあ生きったやつじゃないですか、まあ、そんなイメージがついちゃったのは多分こっからかなって僕も思ったりしてるんですよ。あ、まあ、アイバーソンとかねいっぱい、うん、まあ、当時もちょっとやんちゃな選手いたんですけど、うん、やっぱね黒バッシュでこの白い僕らにちょっと近い体型で、まあ、この靴履いたイメージがね僕どうしても日本人に植え付けられたのかなっていう、うんうん、なるほど、はい、まあ、日本のバスケからすると部活生がちょっと黒履きづらくなった原因の人と僕はちょっと認識して、マジっすか、なんて、そうごめんやけどこれ、ね、結構マイナーなとこなんですけど、まあ、イメージがね、次ちょっと、ね、皆さんこの数字、おお、2万5000、はい、2万5000、これ何の数字か、これはもうめちゃくちゃ簡単ですよね。あら、え、何ですか、はい、何ですか、一番最初のバイトの月給誰にあ、ジェイソン・ウィリアムズ1ヶ月で稼いだバイト代、詰まるんやったらやめてくださいもうサッとするからお前のぐらいやったら言わんといてください、その本物の元々の芸人のスキルの方が出ます、まあ、スタッツがないと言われた、うん、このデータがあまり数字で残ってないと言われた選手ですけど、うん、この数字がね、うん、これ田村、あ、えぇ、じゃないんですよ、でも田村さんがちょっとお金の話してるんで、あ、ちょっとヒントはそこなんですよ、金、はい、俺金の話興味ないからねよくしてるじゃないですか、ビロンとクロワッサン何個分みたいな何やろな、はい、金の罰金、はい、あ、さすがです、なるほど、そういうことなんですよ、ドル、これドルなんです、あ、はい、この2万5000ドル、これまあ僕の大まかな調べなんでもっとあるかもしれないですけど、ただあのメジャーになってる金額だけでもこれだけやっちゃってるんですよ、はあ、もうやっぱねそこを激悪で250万、そうです、もう合計で、でまあ内訳としても250万で安いでしょ、安いでしょ、まあでもそうですね、まあでもこれなってる原因がもうほんとし、まあしょうもないと言いますか、当時はね低かったんですよ、今回の罰金が、はい、今はまだ低かったんで、さらにがいろいろ上がっていく中でね、そうですね、出来上がりしますね、じゃあ、まあそうなんですよ、どんな内訳で、これ内訳がですね、まあ一発目が、うん、こうプレーオフに、まあ、サンズに、まあ、スイープされてちゃった後なんですよ、はい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 、もうボッコボコにされて、うんうん、で、まあコラムニストの人が、うん、まあ、なんてちょっとね口論になったと言いますか、自分が、ジェイソン・ウィリアムズがこう言ったことに対して記者が突っ込んだんですよ、うん、いわゆる早く帰って寝たいぐらいの、うん、もうこの試合してる場合じゃねえみたいな、さっそく帰りてえよみたいな、うん、まあ、ちょっとよろしくないことを言ったっていうのを記事にしちゃったんですね、うん、でそれにもうジェイソン・ウィリアムズブチ切れて耳元でブワーッとやしたててペンバーン投げて、うん、一発で罰金になっちゃったんですけど、うん、まあ、向こうからけしかけられてのパターンなんで、まあそんなにジェイソンに悪いとこじゃないんですけど、うん、まあすぐねパッとカットになってしまって、うん、でこれもね、まあ結局、これで1万ドルですね、うん、この件でで1万ドルかけられまして、で、次グリズリーズの移籍直後、うん、
にもなんかこんなクソチームもうやってらんねえから、うん、もうめっちゃ弱かったんですよ遺跡当時で、もう熱が出るぐらい弱かったですからね。そうなんですよね。まあ、正直しょうがないんですよ、うん、チーム事情考えたら、うん、いきなりまあグリズリー、まあ、移籍して、うん、でまあ悪口言って、でこれも1万5000ドルですか、もうこれで、うん、まあ2万5000ドルこれでパーでいっちゃうんですけど、うん、でここでまあ稼いられるしかないの。まあ、これまあ大まかなところです。だからこれ以上なんですよ。で細かいところ足していくとすごい額になっていくんですけど、ちょっとまああの大まかな額で、はい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 、あの2件大きな事件がこれで ありまして、なるほど。でまあどっちもね、正直あのジェイソン・ウィリアムズ、まあ、いろいろ言葉を、まあ、包まないんで、うん、言っちゃうんですね、よくも悪くも。でまあ後になんですけど、グリズリーズの側からしてもあれは正直ジェイソン・ウィリアムズがこうチームを弱くなったチームを鼓舞するために、なるほど、あえてメディアに言ったんだっていうのも一応認めてるんで、うん、なるほど、はい、そういう作戦もあんねや。そういうことなんですよ。気持ち的にはだから頑張ろうぜっていうふうに、ハッパかけてたよな。そうなんですよ、言ったんですけど、まあメディアはそういうところを取り上げるんで、うん、まあ NBA 側もまあ正直まあチームをこうね腐したっていうことで、しょうがないですよね。でも罰金になってしまうと、まあ、まあだからもう分かったでしょうね、罰金もね、うん、そうですね、全然、まあ、あえて受けてるでしょうね、はい、でまあこういうね罰金とかあの薬物の件がめちゃくちゃ出てくるんですよ、まあ、なるほど。8割方そうよ。いやそんな8割っていうことでもないと思うんですよ、まあ、そういうのがなかったらもうちょっと長かったやろうな。そうなんですよね。だからね、はい、もう一つこう記憶に残ってるっていうのは、はい、短かったからこそ残ってるっていうところもあると思う。なるほど、ね、これがもう長いことやってたら、はい、確かに、もしかしたらここまでなかったかも分からへんし、そうですね、イメージに残るのはこの引き際が早い人といいますか、はい、パッと咲いてね、うん、パッと消えていくような感じなんですよね。で、まあ、ここからちょっと、まあ、ジェイソン・ウィリアムズ、ちょっとあんまり腐すのもあれなんで、うん、こう美談といいますか、うん、ここからはちょっとですね、KD が最近です、ウォリアーズに移籍した時ぐらいに、うん、結構メディアが荒れて、ファンもこう、はいはい、ちょっとね、KD に対してあまりよろしくないメンタルになった時があったんですけど、はいはい、その時にジェイソン・ウィリアムズが、うん、コメントをしてるんですよ、実は。で、メディアに向かって言ってることがありまして、うん、で、これちょっと紹介していくんですけど、うん、ちょっとね、長いんですが、セリフ、まあ、言葉にしていくと、はい、もし俺が、彼の立場なら、やりたいようにやるよと、うんうん、で、自分の決断を自分以外の誰かに委ねたりはしない、うん、で、さらに続けて、うん、まあ、自分を幸せにするのは自分自身だっていうこともメディア話してるんです、ね、なるほど、うんうん、いい言葉ですね。そうなんですよ、うん、まあ、これは彼が、まあ、自分のプレイスタイルも含めていろいろ叩かれてたっていうのもあるんで、ちょっと重みがね、うん、なるほど、やっぱあるかなと。確かに、はい、まあこの KD が今ちょっと悪者というか、はい、そうですよね、うん、ちょっとアンチが多いから、うん、レブロンのようにまたこう、うん、ファンが増えて、はい、何か達成した時にまたこの言葉が素敵になってくるよね。ですよね、うん、後にこうね、こんなことも言ってたよっていうのが、うん、で、かなりね励みになったと思うんですよ、 KD。 そうやな、大先輩、嬉しかったよな、はい、やっぱこういうね、際立った人が、うん、肩を持ってくれと言いますか。そうやな、はい、嬉しい。お前の決断が正しいんだよって言ってくれるんで、いや嬉しいです、はい、でこういうことも、ね、含めて、まあ、なんかジェイソン・ウィリアムズ心あったかいなと言いますか、うん、はい、息子さんも今実は大きくなってますからね。ですよね、はい、そうなんですよ。で今もそうなんですよ、ここでちょっと話題触れときたいんですけど、はい、で、まあ、お父さんそっくりなんですよ、うん、この息子の似てますね、ジャクソン・ウィリアムズから、はいはいはい、よう似てる。そうそう、結構ねスキルトレーニングなんかね、はい、動画も出てたりして、はいはい、で試合してると本当お父さんです。プレッタリストなんや。いやもうめちゃめちゃ、いや僕ね、やっぱどんなやんちゃしてても、はい、人の親になったら、はい、だから今のジェイソン・ウィリアムズものすごくホッとしますよ、はい、そうなんですね。だからいろんなこと経験してるじゃないですか、なるほど、じゃあ息子にもこうって言えるじゃないですか、はい、あれは素晴らしい、いろいろ通ってきてましたからね、はい、本人が。だからこそこう KD にも寄り添えたよね、そうねって思いましたし、言葉が日本来てほしいな、なおさら本当に体制日本プレーが簡単に 40-50 点取りました。簡単にアシストお前したら30本ぐらいします。いやいやみたいな、いやピックアップゲームしてるの見たら嘘やろって思うんですから、まあ、できますよね、まあ、全然できない。どうかしたら、はい、NBA 行けるでしょ、まだまだ、いやもう今も、はい、でどんどんね2世がなんかやってくるんで、うん、まあね、シャックの息子だったり、そうやね、ね、はい、ウェイドの息子だったり、レブロのね、息子も、ブロニー君もね、はい、でこの、まあ、ジェイソン・ウィリアムズの一生ね受け継いでる子供たち第2世代がまた NBA の舞台でぶつかるかもしれないんで、うん、なるほど、ね、今後だからこういうレジェンドの人もぜひチェックして NBA をね楽しんでいただければと思います。今回はジェイソン・ウィリアムズを紹介させていただきました、はい、ありがとうございました。
皆様もしよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てねー。